愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない、愛ママと呼ばれてるっていうか、僕勝手に愛ママって言ってただけなんですけども、前回その B メロが破れぬ夢を拾っての B メロだったんだよっていう話だったりとか、まああとはだから愛のたた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 たあのなんかたた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 た
タン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 みたいな、そういう16分音符の4つ目が頭になるみたいな、こうそういう、まあ俗に言うなんか空っていう言い方をするんですけども、そのパターンと、全部だから、もともとはだからそうだったんですよ。そのもともとは全部だからダーンダッタ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 ンみたいな、なんかその全部空っていうやつと、全部空のとそうじゃないパターンと、まあだから全部頭のやつだから、まあそれはないかな、だから結局そう、これ全部空っていいかなみたいなの、それをね、松本さんにね相談されたんですよね。で、まあ、一瞬ちょっと考えても、僕はあんまり長い間で考えないんで、だから、でもなんか、日本人としては、なんか、ちょっとそれだと乗りにくいんじゃないかなっていう。だから、じゃん、たん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 なんて曲、なんかありますよね、なんかアルバムとかにはね、今まででもね。今までっていうか、そのアイママの前に。で、結構だから松本さんね、そのパターン好きなんですよね。なんか、ドンドドッ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 って、なんだろうね、何の曲だろうね。なんか、全曲やったらきっと思い出すと思うから、またその時話してますけども。この曲は、タイアップが、なんか宮沢りえさんが、なんか出てた、西遊記、その、中国のお話のその西遊記のタイアップだったんですよね。イントロに、あの、中国っぽい感じの、ストリングスが入ってるっていうの。それでなんか、松本さんがそれをあの、西遊記の人、テレビ局の人になんか、感謝されたみたいなのがあるんですけども、それはそうじゃなくてって最初からついてたんだよっていう話で。で、あれなんでつけたかっていうと、僕が勝手につけたんですけども、なんでかな、もし、なんかきっと、ララ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 ラ、あれなんだろうね。あそこの部分って、ララ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 ラ、あそこの部分ってあそこだけかな、なんか D メロみたいな感じかな、なんか、落ちサビの場所ですよね、なんか。で、おそらくだからあの落ちサビがあって、そこの経緯とか全然覚えてないな。なんか、D メロがあって、あの落ちサビに対して、ストリングスをつけるってのは、まあ、落ちサビだけね、ストリングスをつける。だから、サビとかは全部ブラスじゃないですか。バーン、バッ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 ってなるじゃないですか。だからその感じで、あそこはだからなんか、まあ、よく松本さんが言ってただから、この後、ぐっと落として、みたいななんか、ぐっと落としてサビのメロディーみたいな感じで、なんか落ちサビっていう言い方をしなかったのかな、なんか。まあ、とりあえずだから、そのぐっと落としてっていう言い方は、なんかよく聞いた覚えがあります。で、そこにストリングスを入れて、で、そのストリングスを頭に持ってきたのかな、きっと。で、あの、メロディーのダダ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 ダってのかな、タレラってんだけど、タレラ、タレラ、タレラ、みたいな、なんかあの、4度、5度、完全5度上をつけるっていう、その、まあ、そういうストリングスのあの、クラシックの和声楽としては禁則なんですよね。やってはいけないと言われてるやつ。それが、まあだからそれはあの、スモークオンザウォーターとかのイントロとかも全部だから完全4度なんで、それで平行4度と平行5度っていうのが禁則なんですよね。
基本的に平行8度っていうオクターブユニゾンと、平行4度と平行5度っていうのは和声楽では、一番最初の禁則なんですよ。でやってはいけないことなんですよね。それはまあ知ってたんですけども、なんか、うん、あのメロディーでそういう風ななんか 4度とか5度重ねをやりたいって、まあ僕がなんとなく思いついてそういう風に作ったんですよね。その4度とか5度でずっとこう平行で動かすと、中国っぽい感じになるんですよ。なんかエスニックな感じになったりとかな。その中国っぽくなるってことはヨーロッパのクラシックっぽくないってことじゃないですか。ヨーロッパのクラシックって言ったところで、もうほんのだから2、300年しか歴史はないんで、で、この中国っぽい感じのこういう音楽とかそのエスニックなものってのはもう何千年も続いてるものなんで、だから、もともとこっちが先なんですよね。で、それに対してやっぱりこう、ヨーロッパのこう、クラシックの人たちの感性としてその中国とかそのエスニックとかアジアとか、そういうふうなものじゃない風に、まあ感性じゃないですか。やっぱり、人種によって感性が違うから。で、そうすると、それで、なんか自分たちのやつ、クラシックの雰囲気っていうのを、ちゃんとこう理論にしようとしたら、やっぱ完全4度と完全5度を禁則にしないと、エスニックになっちゃうぞっていう、そういう意味なんだと思うんですよね。で、このイントロ、だからまだその、タイアップが全然つく前とかにこう、やった時に、松本さんが、あ、なんか、獄中っぽくていいっすね、みたいななんか。獄中って中国って意味なんですけども、まあ、俗に言うバンドマン用語でなんか全部反対にするっていうのがですね、コーヒーのことヒリコって言ったりね、なんかね、ビールのことルービーって言ったりね、なんかもうみんな言わないですけども、そういうふうなので、なんか中国のこと獄中って言いますね、確かにね。六本木のことギロッポンとは言わないですけどね。で、まあ、女のこと、ナオンって言ったりとか、なんか、そんな感じですよ。なんか、そんな感じですよってみんな知らねえか。まあ、そんな感じで、まあ、獄中っぽくていいっすね、みたいな感じ。まあ、だから中国っぽくていいな、みたいな。まあ、一番かっこよく言うと、まあ、エスニックっぽくていいね、みたいな感じで。まあ、それで、ああ、そうだ、まあ、まあ、確かに、まあ、五度重ねだからそういうふうに聞こえるんだろうな、って。まあ、でも、いいっすねって言われたから、まあ、それでいいか、って感じ。タッ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 考え違いしてっていうか、まあ、自分がベース弾くとしたらこっちの方がいいなみたいな感じで勝手に変えたりとか、まあ、いろんなことしてるんですけども、なんかいろいろ、そうやって、なんかかっこいいのないかなみたいなので、いろいろ洋楽を聴いたりとか、まあ、普段から、当時はよくしてたんで、そんな感じですね。